参考にしたい仕事の名言30選。参考にしたい仕事の名言30選。なすべきことは熱を与えることではなく、光を与えることなのだ。バーナード・ショー。変化はコントロールできない。できることはその先頭に立つことだけである。ピーター・ドラッカー。自己を過大評価した瞬間から思考の硬直が始まる。野村克也。自分ならできると思う、あるいは自分にはできないと思う、どちらも正しいの。メアリー・ケイ・アッシュ。最も重要なことから始めよう。ピーター・ドラッカー。決心する前に完全に見通しをつけようとする者は決心することはできない。アミエル。リーダーとは希望を配る人のことだ。ナポレオン・ボナパルト。小さい夢は見るな。それには人の心を動かす力がないからだ。ゲーテ。自分の仕事を愛し、それを大切に思うこと。これ以上楽しいことがあるかしら。キャサリン・グラハム。職業に規制はない。どんな職業に従事していても、その職業になりきっている人は美しい。吉川英治。準備しておこう。チャンスはいつか訪れるものだ。エイブラハム・リンカーン。最も重要な決定とは、何をするかではなく、何をしないかを決めることだ。スティーブ・ジョブズ。信頼してこそ人は尽くしてくれるものだ。武田信玄。アイデアが重要なのではない。一つのアイデアをどうやって具体的にしていくかが重要だ。イブカマサル。人生に成功する秘訣は、自分が好む仕事をすることではなく、自分のやっている仕事を好きになることである。ゲーテ。人は成功に向かってつまずく。メアリー・ケイ・アッシュ。インプットがないのにアウトプットはできません。手塚治虫。世間が必要としているものとあなたの才能が交わっているところに天職がある。アリストテレス。我々は得ることで生計を立て、与えることで生きがいを作る。ウィンストン・チャーチル。あなたの顧客の中で一番不満を持っている客こそ、あなたにとって一番の学習源なのだ。ビル・ゲイツ。アイデアそのものには二束三文の価値しかない。しかしそれを実行しようとする人には無限の価値がある。メアリー・ケイ・アッシュ。毎回石橋を叩いていたら勢いも流れも絶対つかめない。羽生善治。誰でも高く評価されたいと思っている。だから誰かを称賛するなら隠しちゃダメよ。メアリー・ケイ・アッシュ。人に物を教えることはできない。自ら気づく手助けができるだけだ。ガリレオ・ガリレイ。アイデアの秘訣は執念である。湯川秀樹。もし君を批判する者がいないなら、君はおそらく成功しないだろう。マルコム X。人は教えることによって最もよく学ぶ。セネカ。リーダーのスピードが部下のスピードになる。メアリー・ケイ・アッシュ。会社は集団ですが、その集団で成功するには自分の考えが集団的であってはなりません。ジョセフ・マーフィー。変革せよ。
変革を迫られる前に。ジャック・ウェルチ。今回は参考にしたい仕事の名言30選をお届けしました。参考になった名言はいくつありましたか？